選択は間違ってたんじゃないかとか、日々そうやって葛藤しながら生きてるんですけど、そんな中できた、ちゃんといけなかった未来の自分にも手を触れるように作った曲です。決別という曲を歌いたいと思います。今僕が見た景色をいつか
入り口でフライヤーはもらいましたでしょうか。9月の28日にですね、佐藤プレゼンツのスリーマン信号が変わる時というスリーマンライブが下北沢 DYK 部という箱であります。ぜひ